ばんは。神奈川県人権啓発センターです。実はつい最近一つ動画を非公開にされちゃったんですよ、 YouTube に。でなぜかっていうと、川口康くんという方に著作権侵害の申し立てをされまして、で一応こっちはまあ一応異議を申し立ててはいるんですけども、 YouTube に非公開にされてしまいました。で川口康くんとかで検索してこの動画見てる方なんか多分ほとんどの人は、じゃあ消された動画何だったのって見てないと思うので、じゃあどんな動画が非公開されたのか説明しますと、実は1月17日ね、姫路市の姫路市文化センターっていうところで、企業関係者向けの講演会がありまして、そこで講演に立ったのが社団法人山口県人権啓発センター事務局長の川口康くんなんですよね。で、まあ、著作権侵害って言うんですけど、まあ、YouTube ってアメリカのサイトなので基本的にはアメリカの著作権法が適用されるんですけども、アメリカだとフェアユースっていう概念があるので、まあ、川口くんの講演の場合は別にもともと営利目的のものじゃないし、姫路市が共催しているので、まあ言ってみれば公的なものなんで、それをじゃあ YouTube でコピーして流したからって言って何かしら金銭的な損害が生じるというふうにも思えないので、十分フェアユースの範囲に入ると思いますし、日本向けに流してるからじゃあ日本の著作権法が適用されるとしてもですね、著作権法の40条だったかな、地方公共団体が、やってる、演説みたいなものに関しては、まあそれなりの理由があれば、またコピーして流してもいいよっていうようなことは書いてあるんで、まあ僕としてはね、まあ言ってみればその講演会で川口康くんに何か陰口を叩かれてるような状態になってるわけですよ。だからそれに対して反論するためにこうやって、じゃあその内容でどうなったんだっていうのを示しただけなんで、その辺も別に権利侵害と言われるようなものじゃないとは僕は個人的に思ってるんですね。ただまあここでまた、そのまま流してしまうとまた非公開にされてしまったら困るので、じゃあどんな内容だったかっていうのを簡単に説明すると、僕は一番気になってるのは川口くんが言うには、まあ、この神奈川県人権啓発センターというこの YouTube チャンネルのネーミングについて、まるで公的機関がやってるように見せかけてるっていうふうにおっしゃってはいるんですけども、それは全く当たらないと思います。この神奈川県人権啓発センターっていう名前にしたのは、川口くんが山口県人権啓発センターって名乗ってるから、それを真似してやっただけのことであって、じゃあそれで僕ね、別に公的機関だなんて一言も言ったことはないんですよ、神奈川県人権啓発センターがね。だけどそういうことを勝手に川口くんが言うんだったら、じゃあ川口くんもね、山口県人権啓発センターって名乗ってることは公的機関と混同させるものだっていうね、そういう自覚があるわけじゃないですか。で僕は確かにそうだと思うんですよ。でその上、川口くんのやってることの方がそういう意味では悪質だと思ってます。何があったかっていうと、今から3年か4年前だったかな、僕はツイッターで川口康くんが山口県人権啓発センター事務局長を名乗ってることについて、いやその団体って実質的には山口県の解放同盟でしょって、住所同じでしょ、山口県の解放同盟と、でただ電話帳に、人権啓発センターっていうふうにね載せてるだけでしょっていうふうに僕は言ったんですよ。そしたらもう動き早かったです。その年のうちに、川口くんが動いたんでしょうね、社団法人として登記したんですよ。じゃあ社団法人だったら公的な団体かって言ったら、そんなこと全然ないですよ。社団法人って結局私的な団体ですから。でなおかつね、社団法人っていうのは本当にその
言ってみればなんていうのかな、社団法人詐欺というか、昔で言えば侍商法なんて言ったんですけども、なんかその社団法人を立ち上げて、それでなんか資格ビジネスをやるわけですよ。なんとかなんとか協会とかでそういう、社団法人立ち上げて、でまあたくさんの一般の人はね、よく誤解してるんですよ、社団法人っていうのは公的なものだと。でも違うんですよ、社団法人ってもう私的団体ですから、結局株式会社とかそういうのは大して変わんないんですよ、誰でも設立できるものなんですからね。だから言ってみればそういう公的団体まがいのものを作って、なんか資格商法とかね、まあ なんとか、なんとか市とかなんとか資格とかなんとか認定とか、なんかそういう感じのそういうちょっとうさんくさいビジネスの温床になってるんです、社団法人って。だからそういう意味では、いや川口君の方がプロなんじゃないですか、ある意味そういう公的団体と混同させてね、ちょっとうさんくさいビジネスをするっていうのは。僕はね、神奈川県人権ケアセンターに限ってはそんな大儲けしてないですから、本にしてももう1冊1000円っていうね、1000円ぐらいのもう良心的な価格で売ってるし、 YouTube のチャンネルも収益なんて大してないですよ、2万円いかないですからね。で視聴者からお金取ってないですし、だけど片や川口くんは、フルーク映像っていうね、大阪の解放同盟の関係者がやってる映像会社で、5万円の DVD 売ってますから、川口くんが直接売ってるわけじゃないんだけど、川口くんの20何分ぐらいの公演の DVD が5万円ですよ。で僕裁判でもそのことは指摘したんですよ。そしたら解放同盟が何て言ってるかっていうと、その、まあ、公演の DVD なんてそんなに売れるものじゃないから、どうしても一つあたりのコストが高くなるって言うんだけども、いや僕は嘘つけって言ってね、ちゃんと計算して示したわけですよ。これもう1枚売るだけで利益出るだろって。これ、今ね DVD のプレスなんて安いんですよ、何十枚とかね、何百枚とかそういう単位でも受け負ってくれる会社あるし、でジャケットの印刷までつけて、それで5万円もかからないわけですよ、 DVD のプレスって。1枚あたりに直すともう何百円とか何十円の世界ですからね。でなおかつ20何分の映像でしょ、こんなん作るのにそんな費用かかんないし、だからもう5万円で1枚でも売れば利益出るんです。だからぼったくりです、どう考えても5万円っていうのは。でなおかつ今の時代もう DVD なんていらないでしょ。実はYouTube でね、講演とかやってますからね、自治会が研修なんかで、職員研修なんかで、YouTube で限定公開にした映像を、まあ、職員にねアドレスを知らせて、それで、講演、YouTube でやりますね、見てくださいなんてことやってるんですよ。今そういう時代ですから、そんな時代に5万円の DVD なんて法外だと思うし、それもうエセ動画って言われても仕方ないですよ。だって5万円っていう価格がエセ動画を売ってる本の、まあ、相場と一致してますからね。でなんで5万円かっていうと、まあその企業なんかで、まあちょっとした役職にある人が、自由に動かせる金額っていうのはだいたい5万円だからっていうところにそのルーツがあるらしいんですけども、だからそんな企業とか役所とかそういうところにね、買わせて利益上げようっていう気満々じゃないんです、満々じゃないですか。だから僕おかしいって言ってるんですね。あともう一つおかしなことといえば、川口くんは、2004年から2005年までね、大阪の新大阪人権協会っていうところにいたんですね。でその時期をはね、もうほんとね、そのあたりで変な事件があった真っ最中です。まず新大阪人権協会って何かっていうと、ここで言う新大阪っていうのは新しい大阪っていう意味じゃんって、文字通り新大阪駅のことですよ。新大阪駅の周りで童話地区ありますよね、日の出、飛鳥、南方で、特に川内くんがいた当時だと多分、日の出のことだったかな。そこの支部長がね、新大阪人権協会の、女性の事務員にセクハラやってね、それでもう
事務員がいたたまれずに退職に追い込まれるようなことがあったんだけども、まあ、その真っ最中に川口くんいたわけですよ。何してたんでしょうね。でその日の出のすぐ隣の飛鳥地区ではね、まさに飛鳥会事件の真っ最中ですよ。でその飛鳥会事件の真っ最中に、まあ、逃げたのかどうか知らんけども、新大阪から、出て行って、で山口県に行って、なんか、山口県人権啓発センターっていうね、全くもって私的な団体を勝手にでっち上げてるわけですよ。川口くんは一体何してるのって僕聞きたいですよ。で姫路の公園でもね、公園料出てるんですよ。いくらなんでしょうね、まあ、調べてみようかと思うんですけども、だから川口くんね、まあ人の悪口あれこれ言ってるけども、よっぽど僕よりうさんくさいことをやってませんって、まあ僕はそういうことは言いたかったわけです。ということで、まあ川口くんに言われっぱなしっていうのもちょっと尺に触りますしね、川口くんの講演を見た方っていうのね、まあ、川口康で検索したら GPS シグナル lost、 川口康くんで検索したらこの動画出てくると思いますので、一応まあ言及されている私の方の言い分としてはこういうことだっていうことをお話ししたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。